橋本、橋本は神奈川県相模原市緑区の地名である。旧大技橋本における住居表示は1990年10月1日までに完了しているため、大技の残存部分はない。相模原市中部、旧市域北部にある相模原市の都市各に認定された地区である。橋本駅周辺は政令による都市再生特別地区に指定されている。 神奈川県の北の入り口と位置づけられ、県や市民間が主体となった再開発が進む。橋本駅の北口付近には超高層マンションと商業施設が立ち並び、デッキで接続されている。駅の西、かつての国鉄車両センター跡地にも、超高層マンションやハイテクパーク、大型ショッピングセンターが完成。駅北方は住宅街が広がる。 橋本駅を核とした市街地域や住宅地域は北部へ境川を越えて西部に拠点のない東京と町田市まで広がっている。駅の南西部は比較的新しい住宅地が旧市境を越えて城山地区へ広がっている。かつての大仙街道である旧国道16号沿いには宿場町の面影が残る。神奈川県立相原高等学校の南には工場地帯が広がる。 橋本駅南口から少し離れた南東部の大工場地帯は、橋本駅付近が都市再生特別措置法に指定されたことを受けて、さらなる開発が進められている。また、中心市街地活性化法で、相模原市の中心市街地、都市各に指定されている。周辺には大学が多いこともあり、学生の街としても賑わっている。毎年8月には、 橋本七夕祭りが、十一月には、安頓祭が行われにぎわっている。相模国高座郡に属し、元は、相原村の一部であった。橋本の地名は、八王子、川越方面と厚木、小田原方面とを結ぶ中世以来の主要街道、八王子街道、または、大仙街道、国道十六号9道が境川を渡る地点に、かけられた、両国境に由来する。 とされている。橋の南側に橋本塾が形成され、宿を中心に橋本村として、江戸時代はじめに相原村から分立した。江戸時代には旗本支配地となり、明治政府成立後の1868年、慶応4年、明治元年6月、旧暦に神奈川府、間もなく神奈川県の所属となった。1889年、 明治22年4月1日、町村制、市町村制施行のためのいわゆる明治の大合併によって、隣接する愛原村、小山村、西米神殿と合併して、高座郡愛原村の一部となり、旧橋本村の区域をもって、大和橋本が編成された。合併以前の旧愛原村、大和愛原は、村域内の西部に位置するが、 村役場や小学校などはいずれも橋本に置かれ、1908年、明治41年に、橋本駅が開設されたこともあって橋本が、相原村の中心集落の地位を占め続けた。鉱座軍相原村は1941年、昭和16年4月29日に、上溝町など鉱座軍北部の2丁5村と合わして、鉱座軍相模原町となり、1954年、 昭和29年11月20日に市政を施行して、相模原市となった。大和橋本の区域では1966年、昭和41年以降、住居表示による新町名が編成され、1990年、平成2年に最後まで残った区域が、橋本第一の三丁目の一部となって、大和橋本は消滅した。現在の橋本一から2.5から8丁目。 南橋本2.3丁目、大仙町、元橋本町、西橋本1の5丁目、橋本第1の3丁目の範囲がおおよそ元の大技、橋本に相当する。一方、現在の橋本3.4丁目は、元は大技小山に属していた。前日の通り、橋本は1889年の合併以降は、相原村の大技名となった。 橋本駅南側の資金に位置する県立高校が神奈川県立相原高等学校と称するのはこの学校の開設当時に相原村に属していたからである。ただし1922年の開設当初の校名は神奈川県立農産学校。1930年に神奈川県立相原農産学校と改称し、 神奈川県立愛原農産高等学校を経て1954年に現校名となる。しかし、愛原村によって橋本に開設された小学校は朝日小学校と称した。相模原町となってから開設された青年学校や新生中学校も同様に朝日青年学校。1943年開設、朝日中学校。 1947年開設と称している。また、旧愛原村の区域で組織された農業協同組合も朝日農業協同組合、県相模原市農業協同組合、J 相模原市朝日支店を称しており、この区域について愛原、または橋本に変えて、朝日という呼称が好まれることもあった。1941年の合併後、相模原町及び、 相模原市は、合併以前の旧町村にそれぞれ、出先機関を設置したが、旧愛原村については、橋本の故障を用い、現在の橋本出張所に続いている。市の行政上も、本庁直轄となっている、小山、西米新殿、西新地区を除いた旧愛原村の区域を、橋本地区などと呼ぶことが多い。現在では、橋本が旧愛原村の大部分の区域を指す。 地区名であり、相原はその中の小区域の故障と認知されているようである。橋本は旧相原村の行政中心としてだけでなく、周辺地域からのバス路線が橋本駅に集まったこともあって、神奈川県北部の交通の結節点として発展した。特に旧津久井郡南部の城山、津久井両地区はバス交通を介して橋本と強く結びついている。また、 相模原市急市域北西部の大沢地区や田名地区、上溝地区、さらには隣接する東京都町田市北西部、堺、小山地区や八王子市の一部にも、その影響は及ぶ。1990年に、京王相模原線が乗り入れ、東京23区、特に新宿に直結したことによって、交通結節点としての重要性をさらに増した。1990年代末以降、 駅北口の再開発や工場跡地などへの高層マンション建設によって商業や人口の集積が進みつつあり、相模原市旧市域北部の拠点として成長を続けている。2018年平成30年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 橋本駅北口には再開発の際にペデストリアンデッキが設けられ、その下はバスターミナルタクシー乗り場になっている。このペデストリアンデッキから直接、イオン橋本店、2002年10月26日、ビブレから解消後、2011年3月1日に店舗ブランドがイオンに統一されたため、さてから解消及び飲食店等の入ったビル、 味の食材感は仕事に行くことができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。